よ。背伸びをしたら何も可能しないよ。そういうものよ。昔のことが言うことみたいだとぼんやり聞いてたら、あなたのため、孫たちのお二人にはですね、はい、またね次のね曲でね、はい、出てきたいと思いますので、はい、はい、ありがとうございました。ではまたね。はい、ということでですね、はい、はい、今日はですね、はい、港祭り3日目ということでですね、はい、なんとか天気もね、はい、もうね持っててですね、はい、はい、今日は港祭りね早いですね、最終日ということで、そうですね、はい、最終日ということで、はい、最後まで楽しんでいてください。はい、はい、ということで次の曲いきたいと思います。はい、続いての曲はですね、はい、ミンクさんのとても有名な曲を歌っていきたいと思います。はい、手拍子など一緒に聴いてくださったらとても嬉しいです。はい、それでは聴いてください。愛が止まらない。Oh
ということでですね、はい、早速次の曲いきたいと思うんですけども、はい、続いての曲はですね、はい、いよいよ私たちタッチの15枚目の新曲の、はい、太陽の夏を歌いたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。はい、この曲はですね、はい、このね、苫小牧の港祭りが今年60周年ということで、はいはい、その記念に作られた曲になっています。はいはい、なおこの CD の駅金は、はい、骨髄バンクの方へ寄付させていただきたいと思いますので、はい、皆さんご協力よろしくお願いします。それでは聴いてください。太陽の夏。
を CD、太陽の夏の CD をですね、はい、今日はたくさん持ってきています。イエーイ。はい、こちらが CD になっていまして、はい、1枚2曲入りで1000円になっています。はい、ただいまお買い上げいただいた皆さんには、はい、こちらのタッチのサイン入り写真と、はい、キティちゃんの可愛いポケットティッシュがついてきます。はい、タッチのライブが終わり次第ですね、はい、ステージ横のですね、横の方でですね、はい、販売会をしたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで早速次の曲いきたいと思うんですけども、はい、はい、早いものでですね、はい、次の曲で最後の曲となってしまいました。いいですね。はい、はい、ということで私たちはアンコールの方も一応用意しておりますので、はい、アンコールよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、ということで一応最後の曲はですね、はい、森高千里さんのとても有名な曲を歌っていきたいと思います。はい、それでは一応最後の曲聴いてください。私がおばさんになっても、夏休みには二人して最短でいいかは日焼けしたまだまだ黒い寂しい思い出、来年もまた最短で泳ぎに行きたいわ。あなたは優しい人で私を抱き寄せて、ずっと転ばないようとキスをした。私がおばさんになっても泳ぎに連れてくの、ただの水着はとても無理よ、だけ一個にはわかるわ。私がおばさんになっても本当に変わらない、あなたは言うけど女だかりは熟語だとあなたが言ったのよ。だけど何くらぬ顔で私を見つめて、あれは冗談だったとキスをした。私が私がおばさんになっても
ですね、はい、アンコールの曲ね歌っていきたいと思います、はい、ということで孫たちのお二人も、はい、呼んでみましょう。孫たちおいで。はい、ということでですね、はいはい、アンコールの曲はですね、はい、皆さんもご存知であると思います、 AKB48 さんの恋するフォンデュクッキーという曲を歌っていきたいと思います。はい、はい、振り付けなどもね皆さんご存知だと思いますので、はい、一緒に振り付けしたり手拍子など一緒に楽しんでいけたらなと思います。はい、それでは聴いてください、恋するフォーチュンクッキー。Bye.
願いいたします。さあ今日はですね、タッチとそして孫タッチのお二人にもですねご登場いただきました。ありがとうございます。